皆さん明けましておめでとうございます。くるくるくるです。本年もマリオメーカーやっていきますので、よろしく応援してください。それとね、今年はねマリオメーカー以外に実写動画もやってみたいなーなんて思ってるんだけど、需要ありますかね。見てみたいっていう方はもしよかったら YouTube のコメント欄か Twitter の方にコメントをいただけたら嬉しいです。それによってね決めようと思ってます。あとおすすめのビデオカメラなんかもあったらね、ぜひ教えてください。新年一発目のコース、あ、ハッピーニューイヤー。1コース目がお化け屋敷でいいのかなっていう気もするんだけど、 B スイッチを踏んで壁キックをしていくでしょ。登っていったらここはちくわブロックで耐久化で、 P スイッチが切れるのを待ったらこの落ちる床を乗り継いでいきますよと。最後何かあるかな。普通にここは叩いて大丈夫だと思う。何が出てくる。雲、はい、雲に乗ってキノコを取ってどんどん進んでいくよ。このトゲをこのままよいしょ、上から叩いてツタを出しておくといいね。ここでもう雲を切れちゃうだろうから乗り捨てていって、どの辺がこの辺は、あ、ハッピーニューイヤー的なコースになっているんだろう。もしかしてコースのタイトルだっけ。そんなことはないよね。これは動かしてあげて動数をよいしょ、こうやって耐えると、はい、あ、1個残っちゃった。もう1個パン持っていこう。よし、この度数は上に乗っていけって、こういうことでいいのかな。多分そういうことだよね。フラワーいただいてよいしょ、パオで倒しちゃう。なんともクソな戦法でいきます。あ、やばい、これやばい、危ねえ。こうやってちゃんと下に落とさないと積んじゃいそうだから、ここは扉の入って上に続くんじゃないのか。危ねえ。いや別に危なくもないけど、よいしょ、こっちでいいのかな。鍵付き扉に入ったら、これでさっきの上のところに戻ってくる感じだね。ここでフラワーを補充してヒップドロップ。今回のコースはそこまで難しくはないけれども、詰まっちゃったらリカバリーするのが大変だね。よいしょ、ほいほい、こっちまで来たよ。ここはスターか。この P スイッチも一応持っていくかね、何かの足しになるかもしれない。っていうか今のところショートカットできたな。うん、ショートカットできた。もしやられたら次はショートカットしていっちゃおうかな。でもそんな必要もなくゴールできそう。というわけで皆さんも新年を受けましておめでとうございます。これからもくるくるくるチャンネルをよろしくお願いいたします。よし、新年にふさわしい賑やかな花火で締めくくりました。次のコース遊んでいきましょう。移動土管バーサーカー3 3っていうのは今忘れてしまった。クリア率とかそういうのが全然わからないんだけども、とりあえずファイヤーいただこうか。どっちかというとプロペラいただきたいんだけど、ここで待ってても取れないか。よいしょ、この辺かな、プロペラ取れんの。プロペラ、はい、さあプロペラを取って、いやでもファイヤーの方がボス戦とかでは良かったのかな。まあいいか、このままどんどん進んでいきましょう。特にお正月とかそういうのは関係なさそうかな、このコースはな。やばいやばいやばい、ファイヤーって補充あるかな。補充ないんかーい。よいしょ、そしたらゴリ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 っと、よし、移動土管危ねえ、入れた。今度また補充あるんじゃないの。補充ないんかーい。危ねえ、うまく避けたな今のはな。これは多分押しちゃったらダメパターンだったかな。ほいほい、あー、これピージャンで最後抜けられた、もったいない。はい、何もことなくゴール。ラストのクッパ、ちっちゃいクッパでちょっと拍子抜けしちゃったかな。次のコース遊んでいきましょう。はい、お次はこちらのコース。2018年、今年もマリメ三昧の1年になるといいな、ヨシヒコ三世さん。ベストクリアタイム7秒ですね。クリア率 4.31%。 一発系のコース苦手なんだよな。クリアできるかな。
苦手なんだって一発系のコース。よいしょ。あれ、これどうやって入るの、タス乗りできるのこれ。よいしょ。いや苦手なんだって。だから、あれ、なんでそんなところに中間ポイントがあるんだい。よいしょ。中間取ってここでやられればいいのかな。やられてみるよ。そうすると下からスタートして P スイッチでどうなんだ。はい、固形じゃないよ、固形じゃないよ。上か。よし、はい、上上、あい、登れない、登れない、嘘だ、 P スイッチの効果切れた、畜生め。ん？あー、しまった、左ボタン押してた。よし、オッケー、これでてっぺんに捕まってゴール。よかった。こっちは裏ルートだったのかな。表ルートに比べるとだいぶ簡単そうな気がするけど、まあいいか。次のコース遊んでいきましょう。はい、今日のラストはこのコースで終わりにしてみたいと思います。1月限定のスピードラン、アムさんでいいのかな。クリア率は 2%、 ベストクリアタイム9秒9、多分10秒制限なのかな。なるほどね、スピランっていうか、この甲羅乗り継ぎ系っていうか、そういう系か。 OK、 よいしょ。あれ、これ系のコースは久しぶりに遊ぶ。あれ、届かないじゃん。よいしょ、こうか。よいしょ、こう来て、こう来て、こう来て、こう、おお、なんでぶつかるんだーい。こう、よし、さっきとはちょっとタイミングが違うんだけど、これならうまくいける。よいしょ、当たるじゃないかーい。上で投げなきゃダメか。よいしょ、今度はどうだい。でもちょっとずれてる気がするんだけど、よいしょ、いけたいけたいけた。これで最後は多数じゃんとか、そういうことはないね。今何か見えたような気がする。お年玉たくさんもらえたかな。くるくるくるさん、どっちかというとあげる方なんだよな。2018年、今年も1年よろしくお願いします。というわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバーイ。